こんにちは。フリーツアーの本田と申します。今現在ですね、鹿児島支店は、クローズしておりまして、お電話のみでの、予約対応ということでご不便をおかけしております。なるべくご迷惑かけないように対応していきたいと、思っております。よろしくお願いします。本日はですね、僭越ではありますが、電話の先のスタッフの自己紹介ということで、私の、簡単な自己紹介をさせていただいて、少しでも電話をかけやすくなればなと思っております。私はですね、出身は熊本なんですけども、もうウィルツアーに勤めて20年以上になります。入社して最初の勤務地が鹿児島でして、鹿児島にですね、だいたい2年間ぐらい、勤務して住んでおりました。で、西郷隆盛が、自決をした洞穴があって、そこが公園みたいに今なってる、当時になってたんですけども、今もなってると思いますが、そこの近くにアパートを借りまして、そこが安かったです。3万円を切ってたと思う。20年前の話なんで、問題はないかと思うんですけど、それでも安かったですね。で、そこに住んでおりました。で、近くに温泉、銭湯もありまして、非常に快適に過ごしておりました。で、今回ですね、改めて自己紹介ということで、当時をちょっと思い出してみたんですけども、当時はまだEO ワールドの水族館はなかったですね。で、港大通公園がもう綺麗に整備されてまして、あそこでお昼ご飯はですね、弁当を買って食べてたという思い出が あります。で、あと休みの日とかには鹿児島の観光地、宮崎も含めてなんですけども、ある程度時間見つけて回らせてもらったと記憶しております。で、2年間終わってですね、帰った熊本とか、帰った後もですね、先輩が結婚式で国分の京セラホテル、ホテル京セラで挙式と、あと披露宴ということで呼んでもらって、行ったとかですね。去年も実は家族でEOワールドの水族館に行きまして、その後はフェリーで桜島に渡ってですね、そこで恐竜公園というところに、真夏だったんですけども、子供を肩車して登って、かなり修行のような感じで登らせてもらったというのはあります。とても楽しみました。で、結局ですね、鹿児島っていうのはやっぱり最初に勤務したということもあるかもしれないですけど、すごい地元みたいな感じのイメージを持ってます。だから多分お客さんかけてこられて、電話予約センターみたいな感じになってるんですけど、私としてはもう地元っていう感覚で受けておりますので、ぜひお気軽に問い合わせだけでもかけていただけたらと思っております。頑張ってまいりますので、ぜひよろしくお願いします。